区藤崎にやってきました。今回はどんなイチオシに出会えるんでしょうか。町推しイチオシ調査隊。この辺りってどんな環境ですかね。まあ、環境はやっぱりいいかなと思いますけど、こう商店街もありますね。そうだね、商店街がありますね。結構いろんな食べ物屋さんもあるし、団地の前の横断歩道を渡るとこちらに商店街があるんですよ。買い物に食事にと楽しめそうですよ。おすすめスポットを探し中なんですけど、ちょっとプレゼントとかかわいいのいっぱいありますよ。雑貨屋さんみたいな感じですか。名前はわからないけど、かわいい雑貨屋さんということでしたよね。これかな。見てこの雰囲気、ここはちょっと入ってみたいですね。どっちを見てもこっちを見ても素敵なものばかりなんですけども、オーナーが買い付けで、買ってこられたバリの商品とかかわいいものを。バリのものっていうとね、異国情緒はと思いますけど、これなら日本の食卓にもぴったりきます ね。木のぬくもり、はい、柔らかさを感じるお皿ですね、はい、これは何だろう。こういう感じですね。そうですそうです。ちょっとつける人がつけるともうゼロが1個多く感じませんかね。えまさか1870円とは思わないですよ ね。ワクワクするって、みんながここに来ると。こういう大人のアクセサリーもですけど、はい、こう小さいお子さんのものも結構置いてるんですね。はい、ちょっとしたねプレゼントに、はい、オーナーセレクトなので他の店には絶対にないものですね。いや、見つけました。藤崎商店街に他にはないオンリーワンの雑貨屋さんです。